キャンディー型になるんですよ。はい、どうも、料理のお兄さん、リュウジです。酔っ払いの一番に俺はなる。今日はですね、楽しい感じをもっと加速させたいと、ちょっと3本目の撮影なんですけど、ちょっと1、2本目で激うまなちょっとつまみが出てしまったので、もう僕はもう限界ラバーズなんですけども、今回はですね、至高のガーリックシュリンプ、発音が良すぎて聞こえなかったかもしれないですけど、ガーリックシュリンプ、ガーリックシュリンプって皆さん、まあどの想像するかって、大体の皆さんが多分ね、ハワイ式のガーリックシュリンプを想像するんじゃないかなと思ったんですけども、今回はね、メキシコ風です。ハワイ風はね、バターを使って殻ごと焼くんですけども、今回は唐辛子を使って、僕の知るガーリックシュリンプの中でこれが一番美味しい。今回はね、あの生のエビも用意したんでね、これのさばき方からね、多分ギリギリできると思うんで、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピということでね、やっていきたいと思います。まず野菜から切りましょうね。このニンニクね、おげつをね、あのトンと落としてね、ね、親の敵のようにね、二度と立ち上がれないように してください。皮を剥いていきますね。これをまあなんかタン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 とね、まあ粗みじんでいいかなっていうふうに思いますね。で、唐辛子は輪切りになってるやつなんで、輪切りになってます。シュリンプですね。殻付きの、シュリンプを用意しました。アナメイエビです。で、エビの剥き方なんですけど、まあこれはね、全然知ってる人いると思うんですけども、足から剥いていくんですよ。足からこうやって剥いていくんです。はい、ね、こうするとね、2回で剥けるんですよ。この足から足ごと剥いていくんですよ。足ごと剥いで、でもう1回剥ぐと、はい、そうすると剥けるんですね。こうすると、エビの殻って、ま、マジ高速で剥けるんですよ。はい、こうやって、はい、これをね、覚えるとエビを下処理するのそんな面倒くさくなくなっちゃうんですね。だいたいね、2回で剥けるんでね、まあ、ちょっと残ったら、こんな感じで丁寧に剥いてあげると。はい、これをやるとね、全然苦じゃない、エビの殻剥き。ほんとね、エビの殻、あの足巻き込んでぐるりと、はい、でこれ2回ぐらいやるとほんと全部剥けるんで、これね、ぜひね、真似してみてくださいね。ぐるりとぐるりぐるりと、こんなんね、ほんとね、10秒ぐらいだったらね、あの1、2分でできちゃいます。はい、こんな感じでね。ブラックタイガープリプリしてて美味しいんですけども、あれはね、エビフライどうに使った方がいいです。今回のガーリックシュリンプにやるんだったら、バナメイビみたいな、いや、お安いエビで全然美味しいので、この、この殻と身の付け根の部分、ここに包丁刺しますね。で、こう裂いていくんですね。そうするとね、あのこれ背わたなんですけども、背わたもあの同時に取れるんですよ。こうやって二股に分かれるんですね。エビ縦に立てて、このお尻の付け根の部分、はい、ここ歯入れます、はい、で小刻みに動かしながらやっていきます。そうするともうエビの、綿も取れるね。これで、これがね、この二股に分かれたエビがね、オイルをすごく吸って美味しいんですよ。入れて引いて、そうすると、こんな感じで綿が取れます。はい、炒め物とかね、これも結構いいですよ。今回のガーリックシュリンプに関してはこの裂き方がめっちゃ美味しいです。たまにね、背わたないやつもいるんでね、そういう時は気にしないでくださいね。エビちゃんに、下味をつけていきます。昆布茶です。昆布茶はね、魚介類の下味に非常にいいんです。だってこれはね、魚介の旨味ですから。これは小さじ弱、はい、小さじ1をちょっと少ないぐらいで、お塩、まあ、軽くこれぐらいですね。片栗粉小さじ1、これ重要です。これをエビにまとわせることによってプリプリのエビになります。で、洗った方が、まあ、プリプリするんですけども、洗うっていうことに関してはそんなに、僕の中ではですよ、僕の中ではそんな効果ない。それより片栗粉をまぶして、お酒とか昆布茶とかで味をつけた方が美味しくなる。僕個人的な見解です。これは日本酒を大さじ1、ね、入れていきます。はい、でもう大さじ1で、これはですね、僕に入れていきますね。結構ね、料理酒うまいんですよ。あ、でもあのこれ皆さん間違いないです。これね、あの清酒ですからね、清酒しか飲んじゃいけませんよ。で、これ、ね、全体にね、混ぜ込んでくださいね。片栗粉が全体にまとわることによってエビがプリプリになります。本当に全体的に、昆布茶が行き渡ったら全然平気ですからね。そしたらですね、スキレット用意しました。ここに、ガーリック、
3かけ分のねガーリック、今回ちっちゃめの、スケルトを用意しましたけども、ちっちゃめのフライパンでも全然大丈夫、たっぷり入れてください、はい、そこね1センチぐらい入れちゃっていいです。パンあるとすごく美味しく食べれるんで、パンも今から焼いておきます。両面、まあ、カリッと本当にトーストを作るぐらいな感じでやってくださる。これね今から焼いていきます。はい、この殻、この殻です。これ殻捨てると思ったでしょ、入れるんです。これそうするとエビの香りがめっちゃつきます。弱火にしてください。弱火でやってください皆さんね。でまあ弱火で温めた、オイルに、これね若干跳ねたりするんで気をつけてください。跳ねが怖い方はエビの殻を拭いてください。全体的にいい感じに、まあこれぐらいになったらですね、殻が香ばしくエビの香りが立ってきたら大丈夫、殻は大丈夫、油よく切ってあげてください。いい感じのガーリックシュリンプオイルができました。エビを入れていくんですね。これね、これ終始は弱火でやってくださいね。こんな感じでね、はい、でこんな感じでエビの尻尾から持って沈めていきます。エビの尻尾から持って沈めていきます。尻尾から持って沈めていきます。尻尾から持って沈めていきます。このガーリックシュリンプはね、少しね、ニンニク若干焦がしめにやった方が美味しいです。皆さん終始ね、弱火でやった方がいいです。エビを油で煮ていきます。全体を油で煮ていく感じですね。茹で上がるとね、バタフライ感がね、ちょっとキャンディー型になるんですよ。あんまり火通してもエビって硬くなって美味しくないので、全体がね真っ赤になればもう全然平気ですからね。エビ豆乳とともに唐辛子も入れてください。いつもね忘れるのこれね。唐辛子も入れて煮ると、このオイルに唐辛子の辛みが移って非常にスパイシーでお酒に合うようになるんでね、いい感じで真っ赤になってきました。でここら辺で火止めます。ちょっとね沈んじゃったんで、唐辛子買ってます。至高のガーリックシュリンプ完成でございます。はい、ということですね、できましたので早速食べていただきます。お前の力どれほどのものか、いざ参りたいと思います。いただきます。かわいいでしょ。このエビはね、筋肉があるので熱を加えるとね、こうやってくるくるってなるんですよね。この熱々を頬張るんですよ。いただきます。マジでうまいわ。片栗粉をまぶして熱を通すね。やっぱりね、エビ柔らかいですよこれね。昆布茶で下味をつけてるおかげかね、非常にね味わい深いですね。アンダーザシーって感じですね。うん、うまい。これは本当に美味しい。自前切りのトースト言うの忘れたと思うんですけど、アヒージョっぽいじゃないですか。だからオリーブオイルでやる方いらっしゃると思うんですけど、これは絶対にサラダ油でやってください。オリーブオイルってオリーブの香りが強すぎてエビの香りを殺しちゃうんですよ。シュリンプでやる場合はサラダ油、これ本当に美味しいです。素材の香りを邪魔をしないんで、こうそういう料理の場合はサラダ油非常に使えます。オイルにねめちゃめちゃエビの旨味とかいっぱい入ってるんですよ。これをね食パンに浸して食べてごらんなさいな。わあ、うん、このオイルやばいから、むしろオイルが本体。撮影だけでは終わらない。ちょっとハイボールももうちょっと楽しまないとね。プリプリのプリ、あ違う、プリプリのエビ、うん、あーだから深めにいったね。ニンニク非常にいい香りします本当に。じゃああとは僕はこれを楽しむんで試してください。ということですね。今日は僕もまあ結構まあ感じ的にはね、まあなかなかいい感じになっちゃった。まあでも皆さんね、料理が美味しそうだなってとかっていうことを思ってほしい。酔っ払ってるのは別に僕の趣味なので、酔っ払わないと料理しちゃいけないとかじゃない。お酒飲めないけどって全然飲まなくていいですから全然。もう麦茶とこれ合うなとかめっちゃいいと思います。ということで皆さん
ぜひやってください。